はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は学べ流5段という方とね、10分切れ負けやっていきたいと思います。まあ、学べ流来そうですね。あの三間飛車のやっぱりか。学べ流5段って相当すごいな。結構差しこなすの難しい作戦だと思うんですけど、どうなんだろうな。トマホークみたいなそっちが来るかもしれないですね。この間トマホークにボコボコにされた記憶があるんで、まあ、できるだけ、向こうが5筋ついてきたら基本的にこっちも上がらないとちょっと危ないんで、うん、そうですね。まあ、6四銀と素早く出る含みもあったんで、それをこう消していきます。うん。で、向こうが学べ流に間違いなくこれ組んでくると思うんですけど、どうしようかな。銀こっちかな。6五歩なら同銀と、この場合は取れるんで、まあ、そうですね。で、これで角引いて、これでいつでも2四歩を見せていくと、そういう構えになっていきます。いやー、2四歩、同歩、同角、2二飛車、2五歩は、どうすんだろう。もう研究範囲ですよね、間違いなく。2四歩、同歩、同角、2二飛車、2五歩。まあ、4五歩ですかね。でも、取って角打てるの。いや、あれ？これは、おかしいな。4五歩は3三角成から4四角で終わりますね。3五歩とかが筋なんですけど、この場合同角で意味がないんで。4三に銀がいれば3五歩同角3四銀っていうのがあったりするんですが、まあ、この場合はないので。で、2三歩なら、まあ、同角成と取る手もあるし、どっちがいいですかね。まあ、5五歩同歩5六歩って垂らす手も非常に有力ではあるんですが、5五歩、角成同桂、2四歩、で、2五歩に、3一角とか。違うかな。いやー、ここはちょっと悩みますね、お互いに、おそらく。どうしたらいいんだろう、これ。よいしょ。これはなかなか難しいですね。あ、やっぱり5五歩か。同歩なら5六歩が、まあ、振り飛車の呼吸ですよね。3三角成同桂3一角。いやー、で3二飛車3三角成同桂3一、ちょっとごめんなさいね、一回ちょっと上げるか。3三角成同桂3一角。2五飛車、同桂、同桂。ちょっとやりすぎかな。まあ、一回じっと同歩で、5六歩に、ちょっと形悪いんですけど。いや金上がるとか。いろいろ考えられますね。しかし何がいいんだろう、これ。同歩は悪くなる気がすんな。かといって3三角成もちょっと、生産が持てないですね。3三角成同桂4三角5六歩3四角成、それはあるか。3三角成同桂4三角はそこそこ有力かな。ってみっか、よくわかんない。5六歩は3四角成で、5七歩成には3三馬と桂馬が取れますんで、どうですかね。ここで5六歩は相当強いですけど、5六歩3四角成5七歩成、いやー絶対、いやーやんないと思うけどな。まあ可能性としてはゼロではないですけどね。まあ、3三馬5二飛車、可能性はゼロじゃないけど、まあやんないだろうな。普通はまともな神経じゃないですよね、それは。
5二角は同角成で、同飛車4三角。で、どっか飛車かわして角成り、5六歩、3三馬ないし、4四馬みたいな。5二角はあるか。同角成りで同飛車が交便ちゃ交便ですけど。いやー、何がいいんですかね、これ。何がいいんでしょうか。お互いに難しいですね。1二角。1二角はじっと2四ついといて、なんか無理やり6一切って2三金とか打てば、なんか勝てそうですよね。そうでもないかな。まあ1二角2四歩2五歩3一か、6一角成同銀2三金同角同歩成同飛車3二角で飛車どっかかわして4三角成という要領ですね。それはちょっと向こうの王様薄いんでパッと見はいけそうですけど、穴熊がまだ未完成ですのでどうでしょうか。さあ、相手の方、長考されてますね。マイクの位置が、まあ、いいか。マイクの位置がちょっと低いかもしれないので、もしかしたらあまり声がよく入ってない可能性もあるんですが、祈りましょう。いやー、しかし、これはどうしたら。桂跳ね。次、5七桂不成があるんで、まあ、一回取りますけど。不成ですか。4四馬で王手飛車。あ、マジで。マジか。分かってはいたんだけど。4四馬には6二飛車で大丈夫ってことか。いやー、すごいことやってくるな。いやー、まあ取るか。3九角は2六、ああ、じっとね、1回。どうしようかな。5四桂がそそるな。7分。同金同馬。まあ1回受けるか、さすがに。いくらなんでもね。いくらなんでも。5七のと金に負けはなしを地で行かれるような指し方だけはされたくないですね。さあ、これは香車の方取るんですかね。よくわかんないな。局面の香車がよくわからん。局面の香車がよくわかんない。嫌な戦いですね。4二飛車なら4六香と打って4五歩に3三馬と引くような要領でどうでしょうか。あと4二飛車には3三馬と引いて飛車成り4八香6七竜6八金っていうのがあるかな。食らいつかれて危ないか。5八歩でちょっと飛車道が止まってるのがそりゃ痛いですね。やめとくか。普通に4六香打って4五歩なら3三馬と引いて4一飛車なら2三馬でどっか逃げて4五馬とさ、拾っておくと。まあ、それぐらいかな。いやー、これはしかし難しいな。ちょっと上げるか。これは難しい。駒割りが金桂と、じゃあごめんなさい、金と桂香の2枚替えになってるんですが、
本当に局面の急所がね、難しいですね。7五、ああ、一回じっとしちゃおう。これで5七歩成を目指すってことなんですが、何がいいですかね。6八金と上がって、我慢しておくっていうのは、有力な指し方ではありますが、全然わからん。何がいいんだろう。いや、本当に、わかんないな。困ったな、これ。2八の飛車がね、ちょっと働きが良くないんで、一回上がるか金、しかし、わからん。本当にわかんない。4二飛車は4六香と打って、4五歩に3三馬、4一飛車、2三馬、で、飛車どっかがして4五馬とね。香車1枚ここに使わされるのは痛いんですが、まあ、しゃあないってことですね。3九角は2六飛車といて、で、なんか3六飛車、3一飛車成とかのルートで、飛車を侵入することができそうなんで、あれですね。なんか、うわぁ、浮くか。浮く？浮いとく？いや、全然わかんないな。3五角、3六飛車、6八角成同銀、まあ、7八金。うん、それはさすがに受かると思いたいけど。まあ、飛車はちょっとね、果てしないんで、2六飛車あんまり、ああ、相手じゃ、あ、やっぱり来るのか。いやー、これぶった切んのかな。あ、やっぱり来るんだ。拉致上がねえと。ああ。これが学べ流ね。銀引きに取って取って歩成りから飛車成り込んでどうかっていう話ですよね。どうなんだろうね、実際。まあ、引くか。まあ、同金同歩成りですね。まあ、なりますよね。いやー。5分。高級竜なら8八馬と使っておきますか。とりあえず。本当は4四馬って引きたいんですけどね。8八に引いて6六歩同歩2九竜が結構痛い。あ、しかし1八角打てるか。いやー、まあ、引くか。硬いのかな、これ。まあ、6六一回つきますよね。で、豆腐に、なんか、タレ風とか、まあ、そうですよね。いやー、これ、どうなってんだろう。この瞬間、いけたら、いやー、8六角と打って2九竜にスパーク、無理か。まあ、一回取るのかな。あるっすよな。あ、そっちなんだ。まあ、どっちもありますけどね。8六角一回打ちますかね。これは痛いな、しかし。同銀、同竜、7八金っていうラインもあるか。取るか、もうこれ、めんどくさいから。しかし、竜、かわされた時に、次6九銀が結局厳しいんですよね。6五歩歩成り、取る。取る。それはダメだな。いや、同銀、同竜、7八金で、どっか追っ払うか。いやあ、そこなんだ。
体感6号ついてみたいですね。えいっと。そこそこきついんじゃないですかね。同竜は6六香とかありますし、同銀も 6四歩と叩く手がそこそこ痛いですよね。同金なら6二歩7一そうですね。よし。あ、もうわかんねえ。いけ。3分。なんか金銀入ったら7九金とか打って叱りつけたいけど、間に合うかな。あー、硬いね。硬いわ。あ、取りましたね。あ、今6-2だったな。何やってんだ。今6-2だったな。2分30秒。叩きの歩。いや。消え。しかし分からん。言ってくれ。2分。ちょっとわかんないですね。硬いな。違うか。竜を取っ払ってしまって、なんか攻めをガンガン繋いでいこうという指し方ですね。しかし硬いな、真鍋竜。こっちも馬付きでめちゃくちゃにガチガチになったんで、なんか同飛なり同馬で、ちょっと馬がどっか行っちゃうのが嫌ではあるんですけど、いやー、しかしちょっと馬がどっか行っちゃうの嫌だな。失敗したな。1分30秒。いやー、失敗したら何度でもやり直すと。いや、ミスったな。ああ、痛い。いやー、硬いな。1分。3枚並んでんのがすごい硬いですね。入ったな、これ硬いわ。あ、しまった。ちょっとチャリになってない。あー、それチャリになってないな。まいった。痛いな。30秒。ひえー、これ参ったな。どうしよう。
20秒。時間切れがち。いや、ひどいな。ちょっと最後勝ち方がよく分かんなくなって、なんとか切らして勝ちましたけど、だいぶひどい不愉快な勝ち方になってしまいました。感想戦やっていきたいと思います。それでは感想戦やっていきたいと思います。どうですかね。ちょっとなんか途中良くなった気がしたんですけど、あ、こっちか、こっちあれか。こっち途中良くなったと思ったんだけどな。急所がよく分かんなくて、気づいたらまずくなってましたね。これ同銀取れたのか。いや、嘘でしょ。同銀って取れるともう、あの、真鍋流の全てが崩壊すると思うんですけど。いやー、これは、受けないの？マジで。取ると、あ、取るとつくのね。あー、そうですか。いや、これ、なんか、同銀って取る手が成立するって、もう真鍋流の全てを否定してますよね。いや、すごいな。あー、で、これつくとどうすんだろう。あー、突くと4四歩で、あ、取れば、そっか、なるほど。へえ、じゃ今度から取りますか。ここ突かれたら取ればいいのか、今度から。まあ、さすがに反射的に引いちゃいましたけど。この攻めが成立してるかなと思ったんですけどね。5五歩取ると、ちょっと5六垂らされて嫌かなって思ったんですけど。そっか、これに角引けばよかったのか。で、次つけばいいですね。あ、なんだなんだ。なんだ、これでよかったのか。いやー、そっか。同歩でよかったのか。で、5八飛車が本戦ですが。そっか。これでも角引いて、結局、次8六歩が厳しいから有利と。なるほど。そうだったんですね。で、実戦は、角成りから6七角っていうちょっと謎の攻めをしてしまったんですが。角合わせる手もあったし、じっと取り込む手もあったみたいですね。あ、マジか。これやらないだろって思ってたんですけど、ソフトは有力視してますね。と金が残るから先に桂損しても、じっと待機してて、むしろ振り飛車がやれますよと言ってますね。そっか、やっぱりあったのか。やっぱりあったのか、これ。人間はあんまり刺さない気がするんですけどね。本譜、桂跳ねもいい手で、まあ、桂ならずで、ちょっとやっぱり振り飛車有利と出てますね。完全に振り飛車が有利になってしまったんですが。そうですね。もうここは完全に振り飛車ペースになってしまいました。で、ここで仮に飛車なら香車打とうと思ってました。で、仮に歩なら馬引いて、で、飛車引きなら、8七馬と引いて、寄って、結局この6五の歩を取ってしまえば共存にならないということですね。実戦はじっと待機していく展開になったんですが、やっぱりちょっと振り飛車がいいのか、これ。飛車浮いて飛車使っていこうと思ったんですけど、角打ちからぶった切って金という激しい攻めを食らいました。そうですね。で、なんかまたここでちょっと逆転して振り飛車良しになってるんですけど、馬引いてそこそこ手厚いかなとは思ってました。まあ、ただやっぱ叩いて、あれですね。突き捨てて4二歩きついですね。で、取っちゃおうかなと思って取ったんですけど、やっぱり、ここでまた振り飛車がちょっといいと。で、最善は角打ちとかだったんですけど、実戦はここついて勝負に行きました。で、銀引きに香車打って。ずっといいと思ってたんですけど、逆に悪かったんですね、これ。そっか、なんかグダグダだなって思ったんだけど。そっか、悪いんじゃ、もともと悪いんじゃしょうがないですね。そっかそっか。で、ここで叩くチャンスだったんですが、まあ、叩いてもな、わかんないですよね。ちょっと4号歩はお手伝いの悪手だったか。ちょっとこの辺もう何やってるかわけわかんなくなってるんですけど。取って取って、かぐって。まあ、そこまで悪手ではなかったみたいですね。ただ、もうずっと振り飛車が有利だったのは、否めないと。で、いやらしく攻めていくんですが、ここでそうですね、普通に歩打っておけば有利でしたね。で、金かわすと、なんかべちっとこう、4九金とかの筋が生じるんで、一発これ入れとけば優勢だったんですが、ちょっと私、5五飛車とかいうわけわかんないことやっちゃって、がっちり固められて、ここでまだ歩打っとけば有利だったんですけど、
通知を見逃してなんか馬は戻ってるようでは何やってんのか分かんなくてはっきりフリーになってしまいました。この辺ですね。ここで3一金とやっぱり打つのが良くて、仮に竜なら5八歩と打って、これなら優勢ですね。取れば叩いて、うん、これははっきりもう穴熊がガチガチなんで、そっか金打てばよかったな。ここで金打ちならまあ右翼曲折はあると思うんですが、居飛車ペースで穴熊の硬さもあって実戦的に押し切れたんじゃないかなと思います。四六竜も桂打って銀かわすと、ここから角打って王手飛車取りっていう、間接王手飛車取りっていうのがありますね。いやー、まあ一局を通してひどい将棋でしたが、最後は結果だけが幸いしてくれてよかったなという将棋ですね。まあ、真鍋流の陣形非常に手厚く綺麗で、ちょっと、これですね、非常に手厚く綺麗で、とても美しい将棋が指せますので、ぜひ皆さんも指してみてください。まあ、ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。